アラメインのモントゴメリー子爵は、イギリスの子爵員。連合王国貴族。陸軍軍人、バーナード・モントゴメリーが1946年に、上されたのに始まる。第二次世界大戦、北アフリカ戦線で、ロンメル・ゲンスン率いるドイツ軍を、エル・アラメインの戦いで破ったことで知られる、バーナード・モントゴメリーが1946年1月31日に、 カウンティ・オブ・サリーにおけるヒンドヘッドのアラメインのモンゴメリー子爵に除せられたのに始まる初代子爵の死後、その一人息子であるデイビッドが爵位を継承した。彼は1999年の貴族院改革により、世襲貴族は92議席を残して、貴族院の議席を失ったが、2005年に中立派に属する世襲貴族枠の貴族院議員に選出された。 彼が2020年に没すると、爵位は、長男のヘンリーが継承した。三代死者ヘンリーが、アラメインのモントゴメリー死者加減当主であるが、現在ヘンリーには、男子がない状況であるため、彼がこのまま死去すると、爵位は廃絶することとなる。住居は、ロンドンカドガン広場54番地。家訓は、よく守れ。 固有い借位はこの借位だけであり、従属借位はない。ありがとうございます。